今宵スーパーファイト第13試合を行います。続きまして赤コーナーより永田選手の入場です。それではこれよりスーパーライト級65キロ契約3分3ラウンドを行います。 ありますね。でピアスとかないですね。赤コーナー165センチ、ローブロー65キロぐらいだったら止めないんで、だけどしっかり当たった時は僕も止めます。 NSB ジャパン所属サムライ暴れ祭り初代スーパーライト級チャンピオン、2015ライズルーキーズカップスーパーライト級準優勝、永田真一。ありがとうございます。青コーナー178センチ、65キロ弓道会館所属堀江陽。セコンド1名グローブ合わせます。いいですか。3分3ラウンドで延長ありです。でこの対決で勝った方がチャンピオンになります。先生どうぞ戦ってください。これはラウンド1上げろ。
中です。何回またくのか気をつけて、いい、ね、いきます、再開します。ノーブロー後藤修理でした。
残り30秒、残り30秒。試合ジャッジ判定申し上げます。ジャッジ永見29対27、ジャッジ出店29対28、ジャッジ磯野29対27。以上3対0で青堀江選手の判定勝ちとなります。青コーナー堀江選手には、ホテル金沢様より勝利者賞の授与です。